基本アメリカ虫食いは、スズメメアメアアリリカカに分類類。される鳥類アメリカ合衆国、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコカキに、テキサス州で繁殖し、冬季になると、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコへ南下し越冬する。全長14センチメートル。喉は黒い羽毛で覆われる。幼鳥は、上面が泡褐色の羽毛で覆われる。オスの成長は、 上面や胸部が黒い羽毛で覆われる。腹部やお化け部の仮面は白い羽毛で覆われ、体側面に黒い縦縞が入る。目上部の眉状の半門や耳は,は黄色で、くちばしの基部から目を通り後頭部へ続く黒い筋模様が入る。翼は黒い羽毛で覆われ、中腹や大雨腹の羽縁は白い。メスの成長は上面が 緑褐色の羽毛で覆われ黒い縦縞が入る。下岸線はアンハ灰色で、喉には白い斑点が入る。翼は黒褐色の羽毛で覆われ、羽縁園は緑褐色。繁殖地では洋酒熱が混じる低木林、越冬地では松林や根光林に生息する。越冬地では多種と根群を形成する。植生は動物食で主に昆虫類を食べる。 森林内の樹幹や中層で木の絵を移動したり、飛翔しながら獲物を捕食する。繁殖形態は卵生。低木の木の絵に樹皮や蜘蛛の糸、層、毛などを組み合わせたお椀状の巣を作り、1回に3から5個の卵を産む。高宇宙に拓卵の対象とされることもある。開発による生息地の破壊、高宇宙による拓卵の増加などにより、生息数は減少している。 1974年における生息数は約1万5000羽と推定されているが、1992年における生息数は2200から4600羽と推定されている。ありがとうございます。